霊夢だよ。マリサだぜ。今回は伸びる下格シリーズ最新作として、ガーベラテトラさんに乗っていきますよ。ビームマシンガン蓄積からの下格が鉄板だな。ビーマシ当たるとは言ってない。私の神エイムに震えろ。ぷ、ははっはぁ。おい、字幕。戦場は北極だぜ。ゼロ式さんは大回りする模様。とりあえずついていくので。あれはバズが強化されたサイサリスさん。ぐるっとサイサリスを追跡。ビーマシの爆速蓄積を喰らえ、空中戦闘サイサリスには打突した核をプレゼントだ。速やかに離脱する一撃離脱戦法で戦場を華麗に舞う。目の前には属さん。そのわがままボディにはビームがよく刺さる。なぜか左にキャンセルしてボトルに引っかかる。そんなことより味方に大差を援護するのです。これなら家族。さっきの属さんから肌にイカスト。邪魔しやがって、左には支援ゼロ式がいるものの厳しいか。意地でも一撃与えてやる。先ほどはよくも、味方に任せてもいいだろう。それもそうだね。お立ち台のサイサリスを突破したい。ビームを消費した今がチャンスだぜ。横っ腹を突破して味方の援護だ。これは見てくれだな。このコスパで出るグブなんて、正確にはあれど機体性能はこちらが圧倒的。回避で抜けてからビーマチよろけ狙いますよ。敵も回避抜け。攻撃だからもう一回回避を残している可能性もあるね。ビーマチで味方ゼロ式さんのよろけを繋げるのです。そっと落ちた核。離脱して一番機さんの支援へ。敵殲滅。後方から何かリスポンしてきたぞ。メタスさんと二人で迎撃だ。霊夢さんの機体もボロボロだからな。属さん相手は辛いが頑張るしかあるまい。メタスさんと協力して爆速蓄積。思ったより遠い。メタスさんが控えてくれてるし強気に出てもいいだろう。軸がずれた。機動差だから左右に動かれると普通。ヘイトがメタスさんに切り替わったので、慎重にタックル終わりを見ているカツカツと。一度仕切り直しだぜ。まだヘイトはメタスさんに向いてるので積極的に火力出すよ。大容量スラッターからの打突した格ゲー。最速追撃ならビーマシワンセットとした格が入るぜ。禁止に持ち込んだのでとどめは任せて離脱していくよ。あと一撃くらいは落ちるからな。支援ゼロ式さん。今回あまり支援機にタッチできてない。移動方向を読んだ落ちした格で撃破。このままサイサリスさんの。2分カット。敵の後ろを取れてるね。まずはゲルググを落として枚数2に持ち込みたい。落とせたのでこのままゼロ式さんの援護に向かうよ。こちらに気づいていないなら下格をプレゼントだ。危うく高低差で外すところだったな。足にビームを叩き込んで離脱ですよ。支援がドフリー状態だぞ。は？いいところで邪魔し落ちて、こうなったらリストも撃墜してやる。ここはあえて後ろへ回避です。あ。ということでガーベラテトラでした。少々癖はあるが、練習する価値は十分ある機体だな。打突した核は本当に強い。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。